国会議事堂の前で今日は原発の反対のデモンストレーションが行われるってことで来てみたんだけど、すっごいたくさんこの辺とかも人がいて、ずっと今歩き回ってるけどなかなか行きたいところにもたどり着けない状態、もう超始まってるね。再稼働反対。デモのスタート地点として設定されていた日比谷公園の使用許可申請に対し、公園側はこれを却下。理由は8月にデモを目的とした公園の使用を許可するなという東京都からの命令が降りたというものだった。どっちに行くか分かんない、ちょっと待って。そう考えたらあれ、すいません、今の日本は全く間違ってますね。その国会議事堂の前の集まってるところってどこなんですか？議事堂の前、国会議事堂の前はここですね。あ、ここがメイン、これがメイン。東京っていうのは普段から混んでるとこだけど、こんだけすごい超いろんなところで音がしてて、こんだけ人がたくさんいるのはすごく私もちょっとびっくりしてる。あれが国会議事堂、そこの前でみんな集まって今回のことに抗議をしてるっていう。ここまで大きなデモンストレーションが行われるっていうのは結構いつもこれぐらいのサイズなの？いや、大きい動きっていうのは、3月11日と7月に1回公開公演で、それ以来です。日本人がここまで結構アグレッシブにすごい自分の思いとかいうのって私は珍しいことだなと思うんですけど。僕自身も今まで、スタンプして、前まで政治とか、その動きは全然、無関心だったんですけど、ちょっとあの事故が、やっぱり殺害関係で、ちょっといろいろ見えてきたことがあって、調べていくと、どんどんその辺が見えてきて、もうこのままじゃいけないなっていうのは、僕自身はすごく感じました。まあ、一種のお祭りですよね。なかなか日本ってみんなでこうやるっていうのが今まであんまなかったんで、こうやってみんなね、こうやって声を上げられるっていうので、お祭り気分に来る人たちも多分いるんだと思います、まあ、だからいろんな人がいていいと思います。日本だけじゃなくてね、今世界各地でもいろんなその原発反対行動っていうのは起こってると思うんですけど、そういう、なんていうかね、まあ、そろそろこの原発というものをもう世界的に排除していかなきゃいけないんじゃないかっていう動きの中で起きているものだと思うんで、だからまあ、でその何、今回のその発端となった日本がこんだけの運動はやっぱしないとやっぱ世界にも発信できないしっていうところでのやっぱこう盛り上がり、まあ、あとはこう何、さっき言ったみたいにお祭り気分でなんかやってるじゃんみたいな、毎週金曜日一緒官邸までなんかやってるよみたいな感じでこう楽しそうだみたいな感じで行く人も多分結構いるとは思います。超やばい。なんか下手なフェスとかよりも全然人いるよこれ。こんだけたくさんの人がいて、でもみんな警察がこっちにいてあっちにいてっていうのをすごいちゃんとやってるんだけど、怒ってる人もそんなにいないし、暴力的な人もいないし、ちゃんと警察に言われた通り動いて丁寧にデモンストレーションしてる感じがあって、でもその中でもみんなすっごい、なんだろうな、こんだけのエネルギーをあんまり最近感じたことがないかも東京で。私もちょっとびっくりしてる。今日はね、非常に天気が悪くてね、体は冷えてんだけど心はね、やっぱり燃え立ってます。原子力放射能っていうのは、もう人類とは相入れないってことはもっともっとね、知るべきだと思いますね。だから日本人がもっとね、今さっき言ったように、世界の世論の先頭に立ってね、そのことをね、大いに語らなければ、語る義務があると私は思うのね。なんかの変な革命が起きてるっぽい。すっごい雨も降ってきてめちゃめちゃ寒くなってきたけど、
行ってきました、デモンストレーション。で、今回すごいね、こんだけ人が集まるとやっぱりすっごいエネルギーが発生するってことが分かったし、日本人ってだいたいそんなに、気持ちとかを結構中にしまっちゃうタイプの人間が多いと思うんだけど、結構みんなね不満も感じてるっていうのもあると思うけど、今回感じたのはみんなで集まってすごい大きいことをするっていうのを楽しんでる感じもあるのかなって思った。でもまあそれがどういう理由であれ、なんだろうな、実際これでこんだけの人が集まってこれだけの大きいことをすることで政府がどうやって反応するのか、でやってる場所もここもずっと政府のビルの近くだし、まあ、これがこれから先どうなっていくのかなっていうのが見ものだなと思うけど、でもとりあえず思ってたより楽しかったとりあえず寒くなってきたので終わりだけど、もしかしたらもう一回戻ってさっきの人たちとちょっとダンスを楽しんでいきたいかなと思う。 OK、 バイスジャパンのゆかでした。どうも。